上泉雄一のエーナー、 MBS ラジオがお送りしています。時刻まもなく6時25分になります。ここからは石田英二さんでございます。石田さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。まずはこちらからです。図書館のベストセラーの過剰購入ルール作り検討へということだそうでございます。図書館がベストセラーを過剰に購入しないようにルール作りを、国がそんな検討の場をこの秋にも設けることになりそうです。でこれはですね、急減している、まあ、急速に減っている本屋さんの、まあ、支援策として自民党の議員連盟が出した提言を受けたものなんですが、本日1つ目、図書館が同じ本を複数備えるというこの副本という問題について石田さんに解説してもらいたいと思います。あの、図書館で本借りたことは皆さんおありでしょうか？最近は僕はないですね。まあ、子供の頃はカード作って、うん、よく図書館で本借りて、子供のついてって一緒になんか一冊借りるか借りないかぐらいでやってますけど、ね、うん、僕嫁さんなんかよく借りてますけど、まあ、近所なんでね、うん、借りてますけど、僕の場合なんかもう買ってまえみたいな、ね、僕もそうですね。文庫あの所有欲があるんで、新刊に関してはもうちょっと買っちゃおうかなって思ってしまいますね。新刊はもう我慢して、文庫もなったら買うみたいなパターンが多いかな僕は。なるほどね、うん、でその今小屋ちゃん言ってくれた、うんうん、その図書館が複数の、うん、特にそのベストセラーというか人気のある本を買う、はいはい、複数買うというので、この複数の服を取って複本という言い方をするんですけどね。複数の服ですね、うん、複数だから一つの図書館に複数その同じ本があるという状態のことを複本というんですけどね、うん、はい、あのこの複本問題については、うんうん、そうやな、もう20年以上前から、うん、特に出版業界の人が問題にしてきた。ああ、そうなんですね。うん、あの、ね、97年ぐらいから本が売れへんなっていったんですよ。うん、え、そんな前？97年？そう、そう。で2000年に図書館が本貸すから本売れへんねやないかいと。まあ、ね。でその貸すのはええけど、あの何冊も同じ本を買うて、いうのやめてよ。うん、っていうのをこれ副本ね、うん、副本やめてよっていうのをあの一部の作家の人が言い出したのが2000年なんですよ。そう、まあまあ前売れてこそだったら、まあ確か、まあ、自分が作家の立場なら、うん、せっかくやったら買うてよ、まあ、こう見えて私も本2冊出してますからね、はい、とはいえそうか、とはいえ売れっ子ですから、はい、もう、はい、まあ、僕らの場合はそれは一人でも多くの人に読んでほしい、ね、いやそれはどの作家さんも多分一緒やと思うんですけど、はい、それを本舗のなりわいにしてる方はね、そう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 、当然ね、うん、その読んだ人の数で印税決まるわけちゃうから、うん、買ってくれた本の数で印税が決まるわけなんで、まあそれは作家さんにしてみたら隣にその何ていうのいっぱい買うて、しかもその使い回しというかなんというか、うん、貸し回し、うん、されたらこっちはもう上がったりねんやっていうことになるわな、確かにそう言われたそうですよね。でそれがね問題になったのは実は2000年ですよ。今からだから23年前、はい、で本が売れへんなってきたのがその 2,3 年ぐらい前からなんです、ね、25年ぐらい前から本がだんだん売れへんなってきて、うん、で2000年ぐらいからその副本問題というのがあった、うん、で、最初はまあ一部 の, その、まあ、作家さんが言い出したんですよ。そのうちだんだんその他の作家さんとか出版社とかいろんなとこを巻き込んで、うん、しかもそれを当時のテレビとか新聞とかが報道してですね、うん、国の審議会で、うん、もうちょっと討議しましょうというレベルの話までいったわけ、副、うん、本問題が、はあ、そこまで1点でその時どう収まったか、うん、これ実はあの非常にあの簡単なことで、うん、その時ですね、それ2000年ぐらいに起こったって言ったでしょ、うんうん、で2003年に日本図書館協会っていうところと、うんうん、日本書籍出版協会というところが共同で、うんうん、じゃあいっぺんどれくらい副本ってあんのかな、そうそうそう調べましょうよと、うんうんうん、まあ、実は最初はそのなんか雰囲気やって、うん、なんか業さんある程度同じ本が、うんうん、でそれがどれくらい副本があるのって調べたのに3年後2003年、うん、で一般的な一律の私立の市町村率か、はい、市町村率の図書館の副本の数っていうのが 2,3 冊やということが分かったわけ、はあ、はい、10冊も20冊も買うて、まあ皆さん貸して貸してって思うやから、1冊じゃさすがにって思ってるぐらいでしょうね。で、まあ、2冊かないし3冊ぐらいの分かって、うん、一気にこの下火になったわけ、議論がギューッと下火になって、うんうんうん、まあ 2,3 冊なんと、そうですよね、ね、そない買うてへんがなと、でそこによくあるのがそのそれがあることで、うん、うん、
本に親しむという行為になるんで、それは業界にとってもいいことじゃないんですかと。2、3冊なら、その目をつぶることじゃないんですかということで議論がずっと下火になっていくんですよ。ところがこの副本問題というのはずっとくすぶってて、2015年、最近ですね、これ比較的、これは新潮社の社長さん、これはもうあの、いや図書館が本を買ってもらうのはええねんけど、今まさにそのベストセラーを買うのはやめてほしいなみたいな、でもなったわけね、でその後に文春の社長さんが2017年かに、あの文庫本はやめてって言い出したの。バレと売れ筋なんで、その新刊ならええけど文庫本はやめてよと、その大量に買うて、やめてよってなって、だからね、みんな言ってるのは一冊はええと、副本もやめてくれっていう。これそれこそ図書館のサイズ感もあるじゃないですか、市町村レベルのものから、まあ一緒に大きなところで利用される人の多い方との割合とかにもよりますよね、これね、僕も調べたんですよ、そしたらあの出版コンサルタントの上原隆一さんという方、この方まあネットでもいろいろ書いてはるから見てもらうと分かるんですけど、あ、上原はあの巨人 の、 あの上原さんの上原ね、で隆一さんはあの、あの坂本隆一さんの隆一ですわ、で上原隆一さんという方が、まあ、調査しはった、この人出版社にもいてはって、今出版コンサルタントしてはるんですけど、この人が調査しはって、まずね、何で調べたか、さすがコンサルタントだと思うんだけど、直木賞って案外売れませんねんと。ああそう、芥川賞もそこまで売れまへんねんと。芥川賞は言うともう文芸作品ね、直木賞は、ね、売れんのか思うでしょ、そこまで売れまへんねんって、一番売れんのは本屋大賞なんです。そうでしょうね、分かるな、本屋大賞は分かる、ね、で本屋大賞で言うと直木賞の10倍売れるんだって。ああそう、すごいね、なのだから あれが一番もう影響力すごいんだって、でだから分かった、じゃあいっぺん本屋大賞の本が出た時にそれぞれの図書館が何冊入れてて何人待ってるかっていうのを調査しはったね。でこれがもう一番正しいと思う、東京のね、江東区、江東区が一番そうか、はい、江東区が11個図書館ですよ、11図書館、そんなあるの、まあ、あるある、広いからへえ。やっぱりあんねん、でそこで11の図書館で27冊買うてました。一つ平均に2、3冊、やっぱりその2003年に、あの図書館協会と書籍出版協会が調査したってこと一緒ぐらいや、やっぱり2、3冊なわけよ、ですごいのが、待ってる人、500人、27冊に対してそう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 。でもさ、本もさ、その1日2日では読み切れないじゃないですか、大体ね、図書館のね、あれって2週間の話、2週間でしょ、うん、ほんだらもう回ってくる頃には文庫本なんてまずいっていう3冊としてもよ、はい、ね、一つの図書館に3冊あったとして、それでまあ一つの図書館で500人待ってなくちゃうな、だから11つの図書館で500人待ってるわけやから、一つの図書館で50人待ってるイメージ、ね、そうでしょ、そしたら3冊あったところで随分先出して、ね、1冊14、5人は待ってらっしゃるわけ、しかもそれ2週間2週間でしょ、だいぶあるなと、だいぶあります。でこれはまあだから、まあ江東区のまあもしね、江東区の事情やったらあれなんで、隣の中央区も調べはって、はい、中央区やっぱりあの図書館少ない、3つなんですよ、でまあ住んでる人は少ないからね、中央区になってくると、どっちかって言ったらそうでしょう、ね、あの会社多いからね、だからね、で3つの図書館で13冊買うてあって、でこれはだから4冊ぐらい、結構多いですね、で借りる待ってる人が160人、でも待ってますね、それでも1冊あたり、まあそのね、まあ、もちろんその、会社の人も借りれるんで、ね、あもちろん、でそういう意味ではね、多くて4冊、少ないと2冊となると、これはあの上原さんはこれは節度ある副本と言ってええんじゃないですかと、皆さんのイメージでは5冊10冊入れてるイメージあるけど、そんなとこはないですわと、一番入れてはね中央区やと思いますよということで言ってはるわけね、でこのね、今回その議連が言うたんですよね、ちょっとその議連の名前がね、自民党の議員連盟、町の本屋さんを元気にして日本の文化を守る議員連盟なんですよ、いろんな議連があるもんですね、いろいろなもん200くらいあるよ議連って、それでそれが今まで副本っていうのは、まあ、出版社とか作家の方が言ってたその、本が売れへんのは副本のせいやという議論から、本屋さんが潰れんのは副本のせいやになっていつの間にか変わってしまったのよ、これ一概にそうは言えないんじゃないかな、という全然言えなくて、なんでこんな議論になってるのか不思議な、まずその
さっき言ったその本が売れへんの方がまだ若干ね、うん、若干あの影響あるかもしれないけど、そうですね、うん、本屋さんが町からなくなっていくっていうのは、うん、これはあの人口の問題とか、うん、やっぱりネットで買う人が多いからなんですよ。あ、そうでしょうね。そうですね、まあ、要はもう小売りの携帯ですもんね。そうなんですね、うんうん、でちなみに本がまずちょっと待って、その本屋さんの前に、はい、で本が売れへんのは副本のせいなんかということで、うん、僕ちょっとデータ調べてみたんですよ、うん、はい、紙の書籍、紙の雑誌じゃないで、うん、紙の書籍の売り上げっていうのはこの10年で 14% 減ってんね、うん、7544億円から6497億円に、うん、10年でマイナス 14% です、うん、この間雑誌は 44% も減ってます、うん、わ、雑誌もっと減ってる、めっちゃ減ってる。でも雑誌の方がね、雑誌の方がどんどん徘徊してる。で紙の本は 14% 減りました、うん、でもよう考えてみ、電子書籍じゃあどうなってるの。ああ、そうそう、例えば電子書籍は当然やけど、この10年で増えとんね、うん、2倍以上増えとんね、うん、紙の書籍ね、うんうん、で差し引きすると電子書籍が売れた分は、うん、あの引かな、あのなんちゅうの 14% からちょっと引かなが、ね、とすると、うんうんうん、売れてはいるんですからね、うん、そう、この10年で紙の書籍というか電子書籍も含めると、うん、10% 減ってる。なるほど、ね、で、出版不況、出版不況言うてるけど、うん、これ雑誌不況やでと、うん、まずその紙の、で 10% 減ってんのは何や言うたら、一、うん、つは人口減った、はい、ね、それと、ね、まあ、あのね、実はね、これもなちょっと悲しい話やけど、うん、国民のといいますか我々の購買力がすごく落ちてるわけ、うん、そうですね、よく言うじゃん、給料が上がれへんとか、うん、はい、ね、他のもの高いからとか、うん、で調べてみたら同じようなカテゴリー、つまり文化教養のもの、うんうん、で言ったらスポーツ用品、はい、うん、バスケットのボール買うとか、はい、そういうこと、はいはいはい、スポーツ、あれもまあ文化教養のもんや、入るんですね、うん、ね、自分らで遊ぶ、うん、あとこれはなるほど、楽器、あ、楽器ね、楽器なんかそうやんか、はい、はい、なんか文化です、文化でしょ、うん、あとカルチャーセンターの月謝、あ、これはまともに文化教養、これを3つは本より減ってんねん。ああ、そう、うん、となると、うん、単純にお金がないっていうのも考えなきゃね、あの、だってね、僕らもこうやって情報番組やらせていただいてると、はい、若者だけに限らずなんちゃら離れってあるじゃないですか、あるある、ずっと調べた時に逆に離れてない業界どこやねんっていうぐらい、逆に知りたいぐらい、まあ、まあ、どないしてもしゃあないから、それでもやっぱり食品もみんな削ったりしてるから全体減ってるはずやね、多分それこそ車業界ね、よくめちゃめちゃ減った、これ若者に限らず大人だってそうで、じゃあそれで言うと本屋さんっていうのは、うん、そもそも、図書館って、まあ、いろんな意味合いがあってあるんですけど、あの有料で買う本屋さんと、うん、あるいはこう公共のものとしてある図書館、はい、無料でできるものというか、うんうん、同じものが並んでるわけですよね、本来、そうそうそう、仕組みとしてね、ええ、例えばベストセラーとか売れ筋のものを置いてるのと学術書まで置いてるとかっていう、本来仕組みとしてはただのもんと有料のもんがあるっていうこと自体に、そういう問題をはらんでるわけじゃないですか、常に。そう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 、ただ本屋さんとなると、まあ、本が売れへんから本屋さんもしんどいんだけども、うん、これやっぱりネットが大きいんちゃうかと思う。で本が売れへんのは実は本だけやのうて、うん、人々の購買力が落ちてるっていうのが大きいね。で、あれ、うん、あと石田さん、貸し本屋さんって昔あった、もうないな、まあ、あるやろかけど、昔あったよ、僕らも小学校の時はそれこそ夏休みなんて言ったら、うん、貸し本屋で漫画買うのだけが、まあ、日々の、あ、借りる、借りるで、みんなで5人ぐらいで行って1冊ずつ借りて回し読みする、読みするとかっていう文化はと、ね、本屋さんと図書館が並立してたわけですね。あ、そうそうそう、まあ、あの特にその貸し本屋さんって、うん、あのそれで言うとすっげえ作家さんにしてみたら印税すごい辛いわけよ。そうですよね、だから火の鳥なんか全部あれで読んだからね、貸し本屋で、はい、そうするとそう、うん、じゃあその時にね、貸し本屋から、うん、あの著作権料取れとはならんかって、うん、それなんでか言うたら、うん、貸し本屋さんやってんのって、うん、おじいさんおばあさんが多かったの、うん、思い出してみ、うん、そうやってやろ、はい、うん、そしたら零細、超零細企業からそんな金取んなよというのがあったわけ、うん、ところが今もそれがどんどんでかなっていって、蔦屋さんが本貸すようになった、うん、あ、そうするとそれはそれでちゃんとお金払ってねってなって、そこはちゃんとルールができた、うんうんうん、でちょっとまあ時代が変わってんだけどな、そこは、うん、そうですよ、うん、もう一つ面白いのがさっき の、 あの出版コンサルタントの上原隆一さんのね、はい、話の面白いなと思ったのが、うん、実は今小説の初版部数っていうのは4000部なんですって、うん、まあ、よほどその本屋大賞とかはまあ4000部なんですよ、うん、はい、
このうち7割が売れへんたら、実は2800冊が売れへんだら赤字なんだって。ああ、そうやろう。普通はそれ売れて、あの10版っていうのあれ、10版排除、10版出版、はい、なっていくねんけど、4000部吸って7割売れへんだら赤字やねん。ところが2800冊売れなあかんでしょ、そのうちの1000冊は図書館が買ってくれてんて。そうか、図書館、全国の図書館がある、全国の図書館いっぱいあるから。そうか、最低限そこは買ってくれるわけですもんね。そうそうそう、そこで7割売れなあかん2800冊のうちの1000冊が図書館が価格買ってくれてる、となると、もしこれ買ってくれへんだら、ものすごく本の1冊の値段が高くなっちゃう。なるほどな。となると図書館があるから、その本の文化がなくなっていくってっていうのは実は逆じゃねえかと。これそれ僕出版社の方とかっていうのはその、ね、その2015年、17年とありましたけど、そこは分かってらっしゃるんかな。でもやっぱし一旦2003年に沈静化したけど、また2010年代後半に大手の出版社の社長さんがいやいやって言い出してるとこ見たら、やっぱり出版不況の理由を何かに求めようとしたんだろうな。まあ、でも、まあ、結局行き着くところ、あの購買力の低下とか、今で可処分所得自体がやっぱり少なくなってる、ざくりと給料が上がらない、そうそう、物価高なってる、本当やったらそんな例えば、そのカルチャーセンターの月謝とかさ、本なんて言ったらさ、本当はお金使ってもうちょっとみんな豊かに生きたいっていうところでしょうけど、まあね、余裕がないということね。なるほど、そうか。でもまあ、いつも思いますけど、本を読むと心豊かになるし、僕いつも思うんですけど、贅沢な時間やなと思うんですよ、30分でも1時間でもね、それに費やすって、まあ、僕行きの帰りの電車はたった5分しか乗ってへんねんけど、その間でもスマホやなくて文庫本読んでたら、ちょっと俺って、そうですね、いいなと思ってまうな。プレーのために読んでるってことだそうでございます。はい、時刻6時42分になります。続いてこちらです。さあ、金融対策に岸田総理が呼びかけるホタテのすすめでございます。はい、福島第一原発の処理水放出をめぐる中国の反発に日本政府が危機感と不信感を強めています。水産物の禁輸を受けて、政府は国内消費の増加や加工体制の強化で対応しようとしていますが、岸田総理早速水産業者の支援のためにホタテをメニューに追加してと呼びかけました。ではいきなり、なぜホタテなのか、中国とホタテの関係について見ていきたいと。ピンポイントですもんね。確かにちょっといっぱいある中でなんでホタテやねんっていうのはちょっと思うかもしれませんけど、はい、実は、今中国海産物実質禁輸ですよね。そうですよね。まあ、1ヶ月止めて検査するとは、1ヶ月止めたら、生鮮食料品なんて開かへんねんから。そりゃそうですよね。実質禁輸なんだけど、中国に輸出している日本の海産物の半分はホタテなんですよ。半分やで。半分すごいな。そんな食べるってことですか、中国。で、北海道が輸出しているホタテのほぼ全ては中国。あ、そうなんだ。全部さえなんけど、ほぼ全部輸出先は中国、ほぼ 99% ぐらい中国。まあ、他の国の人はそんなに食べんのかな。いや、そんなことないです。アメリカの人大好き。あ、日本、まあ、この辺ちょっと説明しますけど、はい、農林水産物、これはだから、果物とかも含めて食品の輸出額、去年最高やったんですね、過去最高、1兆円超えました。1兆4000億なりました、でもちろんこれ円安とかあるんだけども、これ、日本の農林水産物の輸出額って10年連続でこう増えていってて、去年に至っては1年前の日年に比べて 14% も増えた。すごいね。で、これの一番貢献したのがホタテ。これもホタテやね。ホタテすごいな。一番増えたのがホタテ、対前年比で 42% 増、42%。 すごいやろ。何があったんですか。いや、単純にホタテ人気で、2位がウイスキー、3位が牛肉なんで、ここを差し置いての1位なんですよ。でも2位のウイスキーもすごいけど、ウイスキーないで今、ないぞ、ないですよね、ないぞ。そんなものだって来たら買って帰りたいって言ってます。僕はもう別にね、炭酸であるから安い安いね、高級なジャパニーズウイスキーがね、ここでください。でも中にはね、でホタテがめっちゃ売れてるんだけど、ホタテどこ産か言うと、ほぼあと3分の2が北海道さん、北海道だけで見るとほぼその行き先は中国という感じなんですけど、で、あとね、例えばね、ブリなんかもようアメリカに送られてるんです。ブリもうまいな。油乗ってな。あのうまさを知ってしまいましたか。で、うわちゃん、なぜ日本のホタテはここまで人気があるのか。やっぱり
大きいからちゃいますね、大きくて。それが最大で、こないでかい貝柱。あの貝柱のでかさなんです。そうですよね。うん、貝柱の松川さん、あの、はい、僕らそうそう留守番してもらってる時に北海道は別海町という、うん、別海町行った時にあの、まあ、本当に、ね、食べてましたね、そう言われれば仕事で、仕事でどうしても食べてくださいというか、これはもう仕事ですからとそのを頂戴しましょうという、びっくりじゃない最初、もういやもすごい大きい大きいってお二人言ってたのを覚えてます、ね、多分やっぱり大阪では見ないですよ ね私たちが知ってるのはそれこそ直径2センチぐらいでも十分大きいじゃないですか、うん、イメージな、うん、要はほら旅館でさ、なんか下にあの熱のあのろうそくみたいなの入れて、あの焼く網みたいな一人用のあるやん、はい、一人鍋用のね、あの網に1個ポンと乗ってるイメージ、ホタテが1個ホタテがあのね、あの身の大きさだけでね、ちょっと大ぶりなヨーヨーぐらいはあるぞあのね、イメージで言うとね、ミカサ焼きぐらいはあるのちょっと小さめのミカサ焼き、貝柱がですよね、うんうん、ちょっと小さめの紐の部分と入れてミカサ焼きぐらいあるの、ちょっとちっちゃい、あの網に一個にホタテ一個ポンと乗ってるぐらいの、でかいですだから、大きい、でそれは、あのジャンボホタテな、あれはうまい、あれはジャンボホタテやねんけど、あ、そうですか、ジャンボホタテ、普通のホタテもでかい、普段のでかい、やっぱりね、アメリカの人は大好きでホタテで、あの生で食べるのが好き、ところがアメリカのホタテは貝柱が小さい、うん、それで日本からそのわだでっかいの絵 で、うんうん、で特に北海道はでかいでとなって入れてるんだけども、うんうん、あとその日本の冷凍技術がすごくって、あ、なるほど、取ってあの貝柱外したらすぐにピュッと冷凍するんで、うん、あの実は冷凍もんとはいえ着いた時点でめちゃくちゃ新鮮なんです、うん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 、これもいいなということで、あ、そっか、あの鮮度がええなということで、うん、ところがやね、で実はね、うん、あのホタテの輸出先トップはかつてアメリカでして、あ、そうですか、うん、で中国になったのはここ5年くらいなんです、あ、そのそうですか、で中国人が食うてんのかいたら違うね、あれ知ってしまったとかじゃないんですね、違う、まあ、その部分も若干あるよ、はい、あるけども、まあ、特に上海とかの高級なお店のある日本食レストランのとこなんかはホタテの生食なんかはあったりするんでしょうけど、うんうん、違う、実はここ5年間で何があったか言ったら、うん、日本のホタテを中国が輸入します、うん、で中国の人が人海戦術で殻外して貝柱取ります、はいはい、それをアメリカに送るわけ、はい、うん、あ、そういうことですか、殻を取るために中国に一旦送ってるそれもそうか、中国への輸出になるんですか、そう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 、で輸出でアメリカ、中国がアメリカへ輸出する、うん、でそれアメリカ人が食べるという図式ができたのがここ5年ほどなんです、はあ、でもそれに対してそれぞれ関税がかかるのかな、そうですかね、甘いよ、うん、そうか、そうですね、だから、まあ、まあそもそも高級品やね、高級品ですもんね、うん、でこれね、このホタテの二枚貝をべひって剥いて、うん、あのまあ牡蠣のもそうなんやけど、はいはい、であのヘラみたいなので貝柱外して、はい、でそのすぐ冷凍してっていう、割って外すというのは人がやるのですよ、なかなか機械では難しいでしょうな、そうですね、でしょ、で今日本で起きていることで人手不足なんですよ、はいはい、あ、そうか、なのでホタテを貝柱を外す人がおれへんから、うん、まんま中国持っていく、うん、中国の人が安いとか、まあ、まだ安く使える人がおる、うん、人要素おるから、うん、でその人らが外す、はい、でアメリカ送るという図式になってるわけ、はい、うん、ここで実はあの実はやっぱりかなりそうなるとアメリカには高値で入っていくらしい、うん、確かに、そうでしょうね、うん、まあそれ人件費も入っとるからね、うん、で、まあ日本国内の人手不足がある、で今実は中国が、うん、いや入れへんって言うでしょ、うん、でも一番困ってんのは、うん、中国の外してた人たちなんですよ、ああ食がなくなるわけですよね、本当だ、でアメリカにしてみたら、うん、よく食べたいな、うん、日本で外してくれへんってなるわけ、うんうん、ですね、で今日本のホタテの地下取れるあたりは一生懸命人集めて、うん、へ、外したらそのままアメリカ送れるよと、冷凍技術はあるわけやから、でもそんなちょっとやそっと増えたぐらいじゃ追っつかんでしょう、そうだからあとね、やっぱり日本ってやっぱ国内めちゃくちゃ人手不足なんと、特にそういう単純労働のなり手が少ないんで、うん、なるほど、うん、実は集まれへん、うん、でここさえ集まってたら実はホタテ問題でだいぶ解決するかもしれない、ただまあそうなると、まあそうか、でも一旦アメリカ中国持って行ってもっぺん送るのと直接送るとなったら人件費多少日本高うでも一生懸命できるのかな、まあ、でもいいのかな、これ
ちなみにそれで岸田さんは、今回そのホタテを、どういうふうに、まあ、皆さんで、輸出先が今厳しくなったホタテを国内でもっと食べましょうと、でホタテはあの、まあ、そういう状態なんで今あの、まあ、北海道のホタテも 2割ぐらいから3割ぐらいから安なってんねんって、うん、そういう意味では、うん、応援するチャンスでは我々は食べやすいです、ね、食べやすい、別にこっちはその、うん、その値段で全然の味が変わるわけじゃあるわけですから、だから、まあ、例えばその高橋さんもおっしゃってたふるさと納税とか、うん、そうですね、そういう形でホタテをもらうというのもあるでしょう、であとね、実は今ね北海道めちゃくちゃ気の毒なんが、北海道って海産と酪農じゃん、でその今酪農がもうとってもない、そうですね、それは暑って暑って牛がどんどん死んでいくんや、本当に暑いのが北海道でニュースで聞かれます、牛ってな、27度超えたらストレスに感じねて、ほんなもめちゃくちゃストレスじゃないですか、向こうも35度とか言ってるから、そうか、北海道涼しい言うても今年めちゃくちゃ暑いしから、ね、どんどん牛が死んでか、あ、なんて熱中症になるよね、まあ、あとストレス抱えてたらいい乳も出ないでしょ、そうなんですからね、搾乳量がもう激減してるんですよね、あとそれプラス そうなると搾乳の機械の電気とか冷房車なあかん、扇風機ずっとかけといたらなあかんという、そうか、電気が上がるのか、だから今北海道の酪農も大変で、まあ、飼料も高いしね、でそれでいてこの金融で海産物の輸出ということはダブルパンチなわけですね、だ両方にいることはふるさと納税というのは僕らが応援できる一つの、そう、これはあの災害復興の時もそうですよね、支援の時もそうだったりしますもんね、なるほど、はい、でお知らせ挟んでさらにお話し続けてまいります。上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています。しかし今年の夏の暑さというのはいろんなものに影響があったんです ね、その知らない間に、ね、牛乳というか牛のお乳の住所になっとんねからね、影響あるということなんですが、それだけはなくってこちらにも、問題があるようでございます。続いてはこちら、新たなオイル問題、今オリーブオイル業界に迫る危機だそうでございます。この夏に南ヨーロッパを襲った猛暑では命を落とす方も相次ぎまして、壊滅的な山火事が発生する恐れも出ています。これはオリーブの木にとっても非常に悪い状況だそうでして、業界の専門家からは価格の高騰や潜在的な品不足に警鐘を鳴らす声が上がっているということだそうなんですが、あのこんなところにも影響があるのかという、まあ、オリーブオイルも食卓には欠かせない、まあね、もう今調味料って、ね、まあ、油の一つになります、使うこと多いですよね、はいはい、ただまあ、ヨーロッパの人なんかこれほぼもう、もうね、日常的にパッパカパッパカ使ってる、そうですよ、ね、しかしあのオリーブオイルが食卓に、日本の食卓でも欠かせなくなったというのはいつ頃からでしょうか。だいぶちょっと話は、あった気がする。小豆島行った時に、はい、スズキを釣ったんや、はい、で70センチぐらい、はいはい、でバンバンバン切って白身だけ取って、はい、で小豆島やろ、はい、オリーブオイルで炒めた、それでちょっと塩かけて、めちゃくちゃうまい。それだけで白ワイン3本あきますね、はい、では、そんな状況ですが、そのオリーブオイル不足というのは果たして現実的になってくるんでしょうか。7時の時報の後深掘りしていきたいと思います。さあ、そのオリーブオイルなんですけど、はい、世界でどこで取れるか言ったら、ほぼスペインが1位です、はいはい、もうダントツの1位で、だから世界の大体、まあ、せやな4割くらいはスペインが取ってます。あ、そうですか。であとチュニジア、イタリア、ギリシャって、これが2位3位4位なんだけど、これが出たら同じぐらいね、でこの3つが世界の3割ぐらいを作ってます。あ、そうですか。ということはさっき合わせたそのスペインと合わせた上4つで世界の7割ですか、さあ日本もさ作ってるやん。いや、でも日本のオリーブオイルはね、すっごいデリケートに作ってますよ。特に小豆島のは、あの全部手摘みで取ってたりとかしますし、でももうスペインになってくるとそんなこと言ってられへん。だからもう大量にガッサイオリーブの木からガッサイいかなあかんねんけども、はい、まあ、今年どれぐらい取れるかっていうのは分からんというのは、オリーブって秋に収穫するんで、今まあただまあだいぶ減ってるやろうなと。こんだけ要はな、木はね、実をつけおらんらしいねんか、自分らを守るために、言うたら水がないわけやから、水がないやろ。そうですよね。そしたら、実つけたらそんだけ自分ら生き残られへんから実つけおれへんから、で3割くらいは減るんちゃうかって言われてんだけども、3割 ?3 割減る。あの僕分かってないんですけど、やっぱオリーブオイルも鮮度命でしょ。そうです。なんだったらもうそのまま舐めたりぐらいでしょ。できますからね。でだからもう絞りたてがうまいわけでしょ、やっぱり。そうそうそう。
3割減っていうことは あんまりその長い間寝かしてて、うん、在庫なんとかっていうのはなかなか難しいんでしょうね、うんうん、あそれはやっぱりね鮮度の、うん、いやその間にめちゃくちゃ高いもんでもないよ、スペインみたいにその大量に飛ぶとこは、ねうんうん、でさっき言ったように日本製みたいに非常にデリケートにしてで育て方もデリケートでそこから味もちょっとグッとええでみたいなのはもっとええでしますけど、ね、値段するけどその分あの、うん、そうやね、うん、でもうスペインなんかをグワッサー行くからそれはもう大変やけども、うんうん、でスペインもさしイタリアが大変で、ね、イタリア今年はエグかってんで熱波熱波熱波、うん、あのね40度超えとったやん40度、うん、で南の方行くとシチリアとか行くとさ45度45度さすがにその気温は見たことないですね、うん、そうだ今年ねあ去年も暑かったんけど今年はもっと暑いでちなみに去年めちゃ、うん、去年も暑かった、うん、で去年ヨーロッパで6万6000人が死んでん、はい、熱波でなそのうちの1万8000人がイタリアやねあの熱波で亡くなるってイメージが僕らなかなかないじゃないですか、はい、熱中症とかはまあまあ熱中症なんですけ ですけどね、うん、イタリアはねなんかねちょっと調べたらエアコンな家が結構あるみたい。ああ、なるほど。そういうことか。あの、ヨーロッパ結構ありますよね。あ、そうなんだ。やっぱそれは朝夜は涼しいからかね。あの、それこそ僕2006年の夏にドイツにねワールドカップ取材行った時に、はい、やっぱホテルにねあそこもやっぱり緯度も比較的高いというのもあるんでしょうけど、うん、やっぱ夏は基本的にそこまで暑ないから。そかそか。ヨーロッパ緯度高いもんな基本。なんか意外とねやっぱりついてないって多いみたいですよね。ついてないってことだ。だからそんなでだからイタリアも一大産地なんだけども、うんこれもまあ取れへん。ギリシャなんかめちゃもう山火事だらけで今。ねえ。まあまあ自分で気付けてる話もあるけどね。なんで？あ、そうなんですか。あれねギリシャってその結構土地をあの売買に規制が厳しいんだけども、うん、その原野は割と規制がない。じゃあ焼いてまいようねて。なるほど。焼いて原野にしてしまうよねて。で放火かってそれでめちゃくちゃそれに巻き込まれた人が死んでるんで放火したやつが殺人そうそうそうでしょでそれで、うん、結構な人間捕まってるはずよ今ギリシャだから、ま、そういう、ま、こともありので、うん、オリーブがね今減ってきてるんですね。これでもそれこそいろんな生態系にこれだけ暑かったらね、うん、それ影響してくるとはいえ、うん、そのオリーブオイルとかも、まあ、特にヨーロッパの方々生活に欠かせないもん、ね、そうそう欠かされへんからね、うんはあ、で周り回って日本にも影響してくるということですよね、うんうん、これ当然で、ねまあまあ、もちろん日本の国産はそこまで影響まだないと思うけど、うんまあ、あのいわゆるスーパーで売ってる、まあ、お手頃なオリーブオイルは値上がる可能性あるなこれでもあのこれ今資料で見たら、うんオリーブオイルの生産量が減ってるので、うん同じ時期の昨年の同じ時期に比べたら量販価格で2倍になってるって、うん、つまり卸のごそっとした量は2倍になってる、まあ、そこから、製品になっていくともうちょっとマシにはなるやろうけど、うん、2倍にはならんやろうけど、うん、これって原料費やからね原料費ですもんね、うん、でもまあだいぶ高なるやろなうわあとねちょっとね、うん、へえと思ったんがちょっと急に話が他のものになるんだけど、うん、インド、うん、トマトは取れへんでんてトマト熱うて熱うてトマトがもうへたりよったやて、はあそうカラカラになっちゃうってトマトが4倍になってて値段が4倍、うん、で高級品ですねそうであのハンバーガーショップあるやんあのマクドナルドとか、はいはいはい、あのバーガーキング、はい、両方ともトマト外したやで、はい、トマトのないハンバーガーだなんてでもそれこそそこまで大量に入れはるとことかって言ったら、うん、ちょっと値段が仕入れが上がるとかって言ったら、うんうんえらいことですもんねそうそうそう科学にも反映なかなか難しいしいやとなってくるとですよ、うん、これ多分どっかで業者さんがなか誰が泣かなきゃいけないのかみたいになるケースが出てくるわけですよね、うんうんうん、あとやっぱりこれが今年のもしこれね雨これから降って、うん、木としてまた元気になるよったらいいけどさ、うん、そこちょっと分からへんもんな、ね、今年下手りよったそうです、ね、いやだから考えたらその、ね、世界的な気候変動みたいなものっていうのは、はいうんうん、改めてそのいろんな食の部分含めて生態系に影響するんだなってのは、うん、だってもう牛がねあれして乳が取れないオリーブオイルトマト、なんやで、ね、はい、いろんなものに、まあ、魚もそうでしょうしということだそうでございます上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしていますツッコミニュースランキング
時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングで紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずは芸能スポーツです、はい、プロ野球セリーグ阪神対 DeNA は阪神が2点リードの9回守護神の岩崎投手が2本のホームランを打たれ逆転負けとなりました、はい、また2位の広島が巨人に逆転勝ちしたため、うん、21まで順調に減らしてきたマジックが消滅しました、ね、あの昨日見ながらびっくりしました、はい、岩崎投手でも打たれるんだしかも2本もと思いながら、ね、まあ、あの今までねいろんなところで助けてもらいましたから、ね、こんなこともあるだろうですし、はい、また今日タイガース勝ってカープ負ければなんですけど、まあ、本当カープが負けないんですよね。でも あくまで数字的に絶対的に有利なのはタイガース変わらなくって、まだ直接対決が残ってるっていうところがこのマジックの消滅にね、はい、まあ、繋がったということなんですが、一喜一憂せず一喜一憂しちゃう。進んでいきましょう。はい、29日 FIBA バスケットボールワールドカップ2023、うん、1次ラウンドグループ E の最終戦が行われ、うん、ランキング36位の日本代表はランキング3位のオーストラリア代表に89対109で敗戦、うん、史上初の2次ラウンド進出とはならず、ね、グループ F の下位2チームと対戦する17から32位決定ラウンドに進むことになりました。まあ、昨日野球とこれとザッピングしながらですねずっと進んでたんですけれども、はい、そうですね、まあ、でもやっぱり改めてオーストラリア強かったなと思うのと同時に、まあ、強かったけど日本頑張ってましたよ、ね、後半の追い上げもすごかったですし ね。でもなんかそうかバスケットってこうやって片方のチームに思い入れをつけてみると、うん、こんな風に見えるんだって、はい、面白かったです、ね、はい、まだまだその意味ではパリオリンピック出場権かけてという試合は ね残り2試合ありますから ね、まだありますよ、はい、続いて男性デュオバブルガムブラザーズのブラザーコーンさんが67歳がインスタグラムを更新し乳がんであることを明かしました、うん、コーンさんは乳がんは男性では本当に珍しいらしく自分でも寝耳に水でしたと公表、乳がんの症状はステージ2で早期発見できたためなんとか命に別状はないと主治医から告げられておりますのでご安心くださいとしています。まあ、でも逆の立場だったら僕も驚くだろうなと思って、はい、まず考えないですね。考えないところでもありますからね、まあ、でも乳腺がある限り乳がんはねねえということですから、はい、うん、続いてニュースランキング、はい、まずは第5位、9月末までとしていた電気と都市ガスの料金の激変緩和措置について、うん、政府与党は年末まで延長する方向で調整に入りました、うん、自民党は29日物価高に対応する新たな経済対策を実施するまでの間、うん、支援を継続することをまとめる提言案をまとめました。まあ光熱費に関して言うと皆さんやっぱ高いなと思ってらっしゃるところもあると思いますし、はい、こういった形で、ね、まあ、支援が続くということではあるので一安心ということですが、まあ、ただ本当にエネルギー価格ってのは今後どうなっていくのかなっていうね、ガソリンもですし思いますよ、ね、全体的に家計を苦しめるところが多いですね、はい、うん、続いて第3位、失礼しました、第4位、はい、うん、はい、金の国内小売価格が 1g あたり1万1円となり円建ての価格が初めて1万円を突破しました、うん、金は国際的にドル建てで取引されるため、はい、円相場が1ドル146円台に値下がりし、うん、円安ドル高が進んでいることが主な要因とみられます。2020年ロシアのウクライナ侵攻があるもっと前なんですけども、の段階では 1g 5800円だったってことを考えるとかなりね、まあ、その円安も影響しているということなんですけども、まあ、やっぱり世の中の不安というものっていうのはね、金の価格に反映すると言われますからね、うん、そうですね。続いて第3位、厚生労働省が29日公表した人口動態統計によると2023年上半期の出生数は前年同期と比べて 3.6% 少ない37万1052人でした。上半期の速報値では比較可能なデータがある例年以降最も少なく、うん、はい、少子化に歯止めがかからない現状が改めて浮き彫りになりました。おそらくこうやって人口統計って、ね、いろんな調査でこう取っていくんですけどそれでもやっぱり想定以上に少子化が進んでるんだろうなというところの数字見ても分かりますよね。そうですね、うん、歯止めがかかりません、うん、続いて第2位、岸田首相は29日ウクライナのゼレンスキー大統領と電話でおよそ20分間協議しました、うん、首相は NATO 北大西洋条約機構の信託基金を通じた支援などについて改めて説明し、うん、G7 議長国としてウクライナ支援を主導する考えを伝えました。これでもなんだかんだっても8月も終わりまで来たじゃないですか、はい、言ってる間にもう2年とかっていう声は聞こえてきますからね。なんか春にはもう収まるのではって言ってたのが嘘のようですね。続いて1位は、
ジャニーズ事務所の故ジャニー喜多川前社長による性加害問題の調査をしていた外部専門家による再発防止特別チームが29日都内で会見し、ジャニー氏の性加害を事実と認定、問題の背景には同族経営の弊害があるとし、再建に向けてメイの藤島ジュリー景子現社長の辞任を提言しました。まあ、今回の再発防止特別チームの提言がかなり踏み込んだ内容、はい、ということだったので、まあ、このあたり含めてなんですけれども、まあ我々メディアに対するね、まあ、あの提言というのもありました。まあ、一方でこのジャニーズ事務所が近々会見を開かれるということなんで、さあ果たしてどんなメッセージを出してこられるのかだと思います。はい、ではお知らせ挟んで石田英司さんの登場です。